はいみな、えー、さんこんにちはネットベースアナリストは横田修理です、えー、今日はですね4月14日ということで、えー、あの私のですね今日誕生日なんですね、えー、昭和46年の4月14日生まれなので、えー、今日でちょうどですねあの45歳ということになってついにですね死者誤入したら50歳というね、まあ、アラフィフに 突入したわけけなんですけど、えー、今日ね、そんな誕生日の日に、ちょっと誕生日だなということで、えー、思っていてですね、えー、今日お話ししたいことっていうのがあります、えー。ちなみにですね、これコメントはここに表示されますって言って、これ自分コメントできないのかなこの新しく変わったのなんかこう、なんか流れ、流れますね。えー、表示が流れるのでちょっと面白いですね。えー、ちょっと、えー、これシェアしてみたいと思いますが。 せっかくなので、えー、ちょっとシェアしておきましょうかね。はい、えー、これをですね、えー、こっち側の方にシェアしておきましょうか。はい、えー、今見てくださっている方、ちょっとお待ちくださいね。えー、誕生日、誕生日ライブ、誕生日ライブ。ということで、えー、今シェアしますね。 はい、えー、今、6人の方、ね、見ていただいているので、ちょっと今日お話ししたいのはですね、まあ,あの誕生日ということで、えー、たくさんねお祝いのメッセージいただきました。ありがとうございます。まだまだお待ちしていますが、あの今日誕生日ということで、今日あの実はですね朝、ちょっと思いついたことがあるので、えー、今日そのことについてお話ししたいなと思うんですけど、えーと 誕生日って、あの、まあ、特別な日ですよね。まあ、一年に一回しかないという特別な日で、えー、企業側にとっては、いわゆるま、お店をやってる方にとっては、誕生日を使った、えー、反則とかキャンペーン、えー、っていうのは結構ね、サービスでいろいろありますよね。えー、例えば、誕生日好きの日に来てくださったらこうしますよとか、誕生日の日に来てくださったらこうしますよとか、 誕生日のお祝いするんだれば何かサプライズとかケーキ用意しますよとか、えー、こういったキャンペーンとかサービス、反則とかっていろいろありますよね。で、えー、まあ例えばですね、あのー、逆にもう一個逆の立場で考えると、えー、誕生日っていうものを、えー、にうまくあやかりたいというかですね、えー、誕生日だからこそできることっていっぱいあるんです。例えば、あのー、 蔦谷、えー、さんとかだったら、えー、誕生日の月に来てくださったら、えー、旧作の、ねえー、DVD1 本、ね、無料とかね、えー、こういうのありますよね。あと、誕生日に来てくれたら1割引きになりますよとか、なんかこういうものっていろいろあるじゃないですか。いろいろあるんだけど、それぞれの会社がそれぞれやっているので、えー、一括して見れるものってないんですよ。だから例えば、今ですね、グルナビとか食べログみたいな、えー、飲食のサービスにおいては、 えこういったものをですね、あの、誕生日の方、誕生日お祝いする方向けの、えー、コーナーっていうのがあって、例えばうちのお店では誕生日にこんなことしますよっていうのがあるんですよ。で、それは、えー、ルナビとか食べログなんですね。で、えー、それ以外の例えば、普通の、 えー、通販サイトとかでもそうだし、さっきのレンタル屋さんとか、ね、でもそうだし、えー、他にもいろんな、ね、サービスがあると思うんですけど、そういうとこでは、実はあのー、いろんなことでやってるんだろうけど、見るとこないじゃないですか。だからそれがね、あのー、全部一括で見れたら便利だなと思うんですよ。えー、つまり、えー、自分の誕生日っていうものをあの登録しておくとですね、 例えば、その誕生日の月になったときに、お店側が、一方でポータルサイトなんで、一方、お店側も、4月にこんなことを誕生日の人にやりますよっていうのを登録しておくと、それがマッチングしまして、マッチングしたときに、4月になったときにですね、うちの店だったらこんなことします、うちの店だったらこんなことしますみたいなのが一括で出てくると。 例えば、この登録したことによって、あの、メールマガジンみたいなね、ものとか、えー、プッシュ配信みたいなのすることもできたりしてもいいですよね。ただ、それすると、例えば、えー、4月14日誕生日になると、 登録してる会社が100社になったら100社からねメールが来ることになるのでちょっとさすがにうざいのでえそれはあの難しいと思うのでえこちら側から何かあの誕生日になった時にえせっかくだったら自分たちの地元のとこでえ誕生日を上手に利用してえーサービスを利用したいなっていうことができたらえ便利じゃないですかだからそういうようなえーポータルサイトって調べてみたんですけどないんですよね だから、あのー、これって、えー、先に始めたもん勝ちで、例えば、その、Facebook とか、えー、楽天とか、こういうとこがですね、えー、誕生日のそういうポータル、えー、登録することによって、えー、その誕生日の人にお知らせていくみたいなサービスっていうのを始めちゃったら、もう、あのー、ある程度お客さんを持っていて、えー、ある程度認知されていて、影響力があるとこやっちゃうと、一回、一回で負けちゃうんで。 えー、どのぐらい先にですね早く、えー、企画を出して早く走り抜けるかっていうことが勝負ではあるんですけどただあの、市場としてすごい面白いと思うんですよね、えーえー、多分ですね、あの誕生日って検索すると誕生日祝いとかね、えー、誕生日プレゼントって検索すると1ページ目に入るってことが多分ポータルを作っていくらできると思うので、えー、これ、作ったもん勝ちかなというような気がするので、えー、この放送を見てですねピンときた方は、えー、挑戦してみるといいかなと思うんですね。 つまり、自分の、えー、お客さん側は自分の誕生日を登録するそうすると、えーね、まずそれ終わりで今度、お店側は、えー、誕生日の人に対して、えー、うちはこんなサービスありますよこんなキャンペーンありますよっていうのを登録するそれをそのポータルサイトでマッチングするわけですねで誕生日の月になったら、えー、企業さんから、えー、誕生日だけどこんないいことあるよみたいなお知らせをするという仕組みになっています。 で、これにはまだ続きがあって、誕生日って、あの、僕も今日誕生日なんで、誕生日の人が、えー、得するようなものっていうのは本来ちょっと、えー、使い方としてね、ちょっとまああんまりよろしくないわけですよ。でむしろ、誕生日をお祝いしてあげたいと思う人が、えー、利用できるようにしてあげるっていうことが大事なので、例えば、えー、僕が、えー あの今回ですねあの誕生日ですけど、えー、明日あさって誕生日の人がいたとしますよねで自分のお友達を誕生日のこのサイトに登録しておくと何月何日にあなたのお友達が誕生日になりますよと。 えー、誕生日になる方に何かお祝いしたいと思うんであればこの店ならこんなサービスありますよ、この店ならこんなもの安くなりますよ、例えばこの店ならこんなもの誕生日プレゼントにどうですかみたいなものがずらーっとこう出ていてどうしますかっていうようなことがあったらそれで1つビジネスになりますよねだからあの、この誕生日を使うことによって、まあ、いかに、ね、その個人情報、えー、っていうのを使ってですね商売していくかというときに、えー、この誕生日って結構使えると思うんですよ。 そうするとですね、あの、なんか、えー、自分がしようかなと思った時に、えー、こういったものを使うと、えー、新しいことができるんじゃないかなと思うんですね。まあだから誕生日だけじゃなくても全部いいんですよ。結婚記念日でもいいし、例えばなんかね、あのえー、デートを始初,初デートの日とか、まあ、初キスの日とか何でもいいんですけど、何かそういう記念日をと、実は記念日の登録サービス、通知サービスっていうのはいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、えー、僕が言ってるのは、あの、 そそのサービスを一つのお店がやっちゃってる、え一つのお店がやっちゃってると一つのお店の売り込みしか行かないわけですけど、それだと登録する側は誕生日登録する側は明らかに登録したら売り込まれるってことは分かっちゃうので、それはあまりよろしくないわけですね。だからできれば第三者的な立場の人がそのような登録を一括ですると、しかもいそれがね0 0社が登録して 100社からメッセージが来たらちょっとうざいのでそうじゃなくて例えば自分が条件を入れといて例えば新潟市って入れとけば新潟市の近くのお店からしか案内がいかないとか自分が条件を入れといて条件に合ったものしか連絡がいかないとかものもいいしあとねあの自分のためだけじゃなくてそのお友達が誕生日の時にサプライズとか あの例えばどんなことをしてあげようかなと思った時にそういう情報を一括で見れるってやっぱいいじゃないですかだからやっぱりこういうですねあのまあキュレーションというかそのマッチングというかこういったものはまだまだ誕生日でできるかなと思っていて現時点でないので えー、これあのねあのまあ例えば、えー、ギフト屋さんが始めてもいいと思うし、えー、通販屋さんが始めてもいいと思うし全く違う人が始めてもいいと思うんですけど、えー、誕生日を登録してもらうことによって、えー、マッチングするビジネスっていうのは面白いかなと思いますで、えー、実際僕もですね今回、えー、誕生日になった時に思ったのは、えー、後からねよくあるじゃないですかあの誕生日だったら、えー、あ1割引きなんだねと思って 1>, 1割引きっていうことを覚えているつもりなんだけど自分が誕生日になった時にそれを忘れてるみたいな忘れてますよねで例えば、えー、誕,生日誕生日祝いをする時にこの店だったらこんなことできるよっていう話を聞いていいなと思ってるんだけど実際にお友達が誕生日になる時にそこを利用しようと思ったらその店のことを忘れてるみたいなことがありますなのでそういったものをね、えー、うまく、えー、マッチングするようなものっていうのができたら い、えー、いいと思いますこれな通販は、えー、例えばもう誕生日系とかね雑貨とか。 えーまあ、例えば女性が好きな、ねえー、コスメ系とか、えーまあ、アパレルでもいいですし、えー、バッグでもいいですし、えー、ジュエリーでもいいですし、えー、こういったものを扱っている方は、えー、こういう、えー、一つ、ね、かませたサービスっていうのをやっていくとこれだけでも商売になるし、まあ、実はアフィリエイトサイトでもできるんですよねそのアフィリエイトをしようと思っている時に、えー、切り口をこの誕生日のポータルサイトっていうのを作ることによって ここからクリックして、えー、サイトに行ったら、えーまああの、購入してもらったらマージンをもらうとか、えー、問い合わせが来たらそれに対して、えー、マージンをもらうみたいなこともできるので、えー、こういったことをね、えー、考えてみても面白いかなっていうふうに、さっき誕生日になって思いました。えー、おそらくですね、TSUTAYA さんかな。TSUTAYA さんから、えー、来てたと思うんですよね。あ、来てましたね。こちら。こういうね、えー、ハッピーバースデー1枚無料クーポンとかこういうのあるじゃないですか。 でこういうのね、あのー、蔦屋さんから来ましたけど、こういったものが、えー、いっぱいあるはずなんですよ。だったら、これ、あの、誕生日の日しか使えなければあれだけど、 4月の誕生月で使えるっていうのがあればこの情報を持っていればそこをずーっと回っていきますよね1ヶ月誕生月に例えばここのラーメン屋さんは、えー、なんかチャーシューが無料になるとか、えー、例えばここの定食屋さんは、えー、ドリンクが無料になるとかっていうのがあれば誕生月にその、えー、行ってるところずっと回っていくことができますよね そうすると、あのその誕生月は、えー、もうそこをね、えー、フルに使うことができるじゃないですか、だかそういうサイトがあったら、すごい便利だなと思うんですよね。 で今度、逆にその当然毎、毎日のように、えー、毎月のように、えー、誕生日になるお友達がいるのでそのお祝い何しようかなという時に、えー、みんなが登録してくれればね自分が登録すると大変だけどみんなが登録してくれれば例えばフェイスブックで友達になっている人のフェイスブックで出るじゃないですかお友達誰が友達あの誕生日ですよとかあれがそのサービスでも連携になっていればダニアさんが友達が誕生日になりますよと。 例えば、何々さんは Facebook でこういうものに対してよくいいねしています。こんな Facebook ページによくいいねしてますとか、例えば年齢とか、どの辺によく行ってますっていう情報なんかも全部ね、もし吸い上げることができるんであれば、それらのものを使って、こんなものがおすすめじゃないですかとかっていうのを出していくってこともできるので、結構こういうことを考えていくと、いろいろおいことができるんじゃないかなというふうに思っています。 はい、えー、ということでですね、ちょっと今日誕生日ということで、えー、思いついたことを喋っていました。えー、そうですね、庄司さん、ありがとうございます。えー、記念日通知サービスは、えー、過去にブログに書いてるんですけどあの、結構面白いのがいっぱいあるんですが、えー、僕の言ったアイデアまでのは、ちょっとまだないですね。はい、いかがさん、お誕生日、ああお祝いありがとうございます。ということで、えー、今日はですねあの、誕生日絡みのサービスについてお伝えしました。えー、特にね、あの SEO。お、なんだこれ。視聴者数が増えています。現在25人、この動画を見てますっていうふうに出ました。これなんか、あの、誰かね、いいねとかしてくださると嬉しいんですけど、この動画に対していいね、えー、すると、なんかこう横に流れるようになるんですよね。あれが流れるかどうかちょっと見たいんですけど、これ、いいねしてくださったのかな。ちょっと音を消しときますけど。 あこの投稿にいいねしてくださって、流れないですよね。なんか、Facebook の説明では、なんか流れるみたいなことが書かれてましたけどね。なんか横にビューってこうね、あの、あの、顔とかね、流れるみたいな,な、流れないですよね。こっち側から、なんか、こうえ、いいねしたりしても特に何もならないですよね。いいねしましたしか出ないですよね。はい。えー、ということで、以上です。 はい、えー、ということでですね、あの今日ちょっとですね、取らなきゃいけないものがいっぱいあったり、えー、して、あそうだ、今日まあせっかく皆さん、えー、見てくださってるので、一、えー、個お話ししたいこと、これ、後でまたね、動画で撮ろうと思ってるんですけど、最近買った、買い物でですね、えー、面白かったものが、えー、こちらなんですけど、わかりますかね。 えー、充,電充電台なんですよね。えー、充電器なんですよ、えーあの。iPhone の充電器なんですけど、えー、立てたまま充電できるというものなんですね。でこれ今日ちょっと今ですね、この皆さんに説明しようと思って外してるんですが、こう,こういうものなんですよ。でこ,こ,ここのとこねここのとことに iPhone を、えー、ぐさっと挿してですね、えー、立てかけるんですけど、これがちょっとねこう角度が、えー、斜めになるようになっていて、でここで、えー、後ろがですね、USB につないでパソコンとかで充電するっていうものなんですけど、これねな、なんでいいかっていうと、縦なんですよ。で、もう皆さんもお気づきのように、えー、Facebook Live って縦なんですよ。えー、これあの、iPhone を縦に置いて、今、動画撮ってるんですね。で、最近、あの例えばツイキャスもそうだし、えー、ペリスコープみたいな、ツイッター、Twitter、のものも全部その縦なんですよ。そうすると、縦で、えー、iPhone を えー、例えば Wi-Fi の環境において、えー、動画を、ね、配信していこうとすると何が問題かっていうと電池なんですよ、えー、あの iPhone の電池がなくなっちゃうと、えー充電あのー、切れちゃうじゃないですか放送だからできれば充電している状態で、えー、配信をしたいわけですよところが、えー、iPhone っていうのは下に充電のコードを挿すようになってますよねなので下に挿すとですねグラグラするじゃないですかだから立てかけておけないですよね これ上だったらね、上に刺しとけばいいんだけど、立てかけておけないじゃないですか。でこれは、ここに充電して立たせたまま、しかもこう斜めに少しなるんで、斜めにしたまま、もしあの、あんまり斜めにならないんで、えー、これ以上斜めにしたい場合、下に何かね、こう置いて、斜めにすれば、充電しながら、あの、配信ができるんですよ。そうするとですね、あの、 電池のことを心配しないで、Wi-Fi の環境があれば、えー、配信ができるので、えー、おすすめです、えー。この充電台があります。で、これあのー、何度かな、15度だったっけな。角度がね、もうちょっと、えー、自由になればいいんですけど、これが、ね、いまいちならないんですが、まあその辺はまあ、下にね、なんか引けばいいんで、えー、ということです。 あとは、例えば、えーっとまあ、これね、ちょっとあんまりお勧めできませんが、フェイスブックとか LINE とかありますよね。あの画面をここに挿したまま、ずっとあのロックしないで、えー、ずっと表示状態にしとくと、ずっとね、お知らせとかがどんどん出てくるじゃないですか。そしたら、た立てた状態のまま充電して、えー、置いとけば、えー、そこでずっとねあの、チャットが流れるみたいな形になるので。 そうすると気になった時だけ見に行ったりするってこともできたりするので結構便利です。で、こういうね、縦型のがあるので、えー、こういったものをちょっと買って、えー、最近使っています。だからこれから配信するときなんかは、えー、こういったものも使おうかなと思っています。はい、えー、ということで、あ、梶原ラさんどうもありがとうございます。あ、キタさんもありがとうございます。あ、たいちゃんもありがとうございます。 とということでですね、えー、今日は誕生日絡みの、えー、お話を、えー、させていただきました。あ,あともう一個ね、実はあの毎年、えー、自分の誕生日に、あのー、自分へのプレゼントっていうのを買っていてで今年何買ったかっていうと、えー、じゃじゃん、これです。じゃじゃんということで、えー、見えますかね氷、えー、室京介のですね、えー、おそらく最後になるであろうベストアルバム。 ですねえー、ボーイ時代から、えー、全部入っている、えー、ベストアルバムがあるんですけど、えー、見えるかな見えないか見えますかね、えー、こんな曲名が入っているんですけど、えー、これを買いましたで、まあ、いあのボーイ時代の曲はもう一回歌い直しているものがあるんですけど、えー、これも楽しみだし、まあ、2枚目はですねあの、まあ、シングル中心のソロのシングル中心になっていて 3枚目がですねライブ版なんですよねライ,ライブ版で、えー、ボーイ時代の曲から、えー、ソロなっての曲のライブの、えー、CD 音源が、えー、ライブ音源が CD になって、えー、入っていますそしてですねもうファンの方はねもう本当にお宝なのがえっ、ー、とボーイ時代に あったシンフォニックっていうですね、あのー、ボーイの「インスタントラブ」っていう2枚目のねアルバムに入っている超マニア,マニアな曲があるんですけどこのシンフォニックの、えー、デモ音源っていうのが、えー、買った方だけに、えー、ダウンロードで入手できるようになっていてこれも入手しました、えー、これあのー、CD になってる音源とは全く違う、えー、録音になっていて、えー、かなりおすすめです えね、これを自分へのプレゼントで買いました。で、これから聞きます。まだ2曲しか聞いてないです。えー、最初の2曲しか聞いてないんですけど、ミス・ミステリー・レディーですね。と、えー、黒のラプソディーしか聞いてないんですが、えー、これから聞こうと思っています。はい、ということで、えー、今日はですね、えー、2016年4月14日、えー、おかげさまで、えー、45歳になりましたが、えー、誕生日の日に、えー、誕生日にまつわる えー、サービスの、えー、新しいアイディア、えー、ぜひこれ見てね本当に作った方は教えてくださいね、あのー、結構面白いと思いますいけると思いますので、えー、ぜひね、えー、ピンときた方はサービス始めてみてくださいはい、えー、以上で終わりになります、えー、たくさん、えー、メッセージありがとうございましたバイバイ